スペースシップアースは、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのエプコットのシンボル的存在でもある巨大な銀色の球体型を、した建造物。ここでは、同盟のアトラクションについても説明する。パネルの金鋭この球体の直径は50メートル、重さは7.3トンであり、周りは合計11,324個の三角形のパネルで覆われていて、6本の柱が、 地下30メートルまであり、支えている。スペースシップアースの建設の際には、SF 作家のレイ・ブラッドベリーや他の人物が、ディズニーのイマジニアたちと協力して、完成に結びつけた。スペースシップアースは2層構造になっており、外側は屋根や飾り、内側はライドを支える中心になっている。スペースシップアースは、ユニークなシステムを持っており、雨が降った時もゲストに、 水が落ちないようになっている。外側のパネルは水を吸い込むようになっていて、集められた水は、ワールドショーケースラグーンに排出されている。2000年のミレニアムセレブレーションの時には、スペースシップアースには特別なアイコン、2000という文字とミッキーの手が追加された。太古の洞窟の絵から、エジプトのパピルス、フェニキア人が考案したアルファベット、ヨハネス・グーテンベルクの活版印刷など、 人類のコミュニケーションの歴史について学ぶライド型アトラクション。ジュディ・レンチがナレーターをブルース・ブロートンが作曲を担当している。ライド中にいくつかの質問に答えることでゲストの理想の未来を映し出すコーナーがある。登場前に日本語を含む複数言語の選択が可能である。ありがとうございます。